ほら、手をつないでないとはぐれちゃうよ。そのまさかのはぐれちゃうところからお送りする鈴木京介本編ストーリー。マトリがテーマの作品で、主人公にクソガキユイと名付けております。京介くんのマネージャーとして潜入した時期もありつつ、芸能界の薬物事件を追っていく物語です。共演者の野津子と阿久津がヒロインを連れ去ったところから、阿久津は中国マフィアのボスであるリャン・シャオウとズブズブのようだけど、リャンを確実に摘発させるための手助けなのか、それともシンプルに敵キャラなのか、注目です。ご覧ください。どうぞ。どういうこと？さっき迷子になってた女の子を見つけて、その子から聞いたんだ。女の子は俺と会うまで野津くんと一緒にいたって。この辺の情報を引き出せるのは京介くんのコミュ力だよね。ああ。そして野津くんと一緒にお友達のお姉ちゃんを待っていた。そのお姉ちゃんは突然倒れて、野津くんが病院に行くって連れて行ったみたい。お姉ちゃんがゆいちゃんであるかどうかまだ断定できないけど、実際本人と連絡が取れないし、可能性の一つとして考えた方がいい。か、考えたくないけどね。関さんに連絡しておく。もしもし。お疲れ様です、夏目です。今大丈夫ですか？ああ、何かあったのか？ゆいちゃんと連絡が取れなくなりました。あ、楽屋に行くと連絡が来た後、足取りが途絶えて、京介くんに話を聞いたところ、阿久津に拉致された可能性が浮上しました。わかった、これからすぐに合流する。到着するまでそこで待機してくれ。都築さんにも詳しい話を聞きたい。わかりました。今からこっちに向かうって。関さんが詳しい事情を聞きたいそうだから、京介くんも一緒に待っててくれる？もちろん、少し時間をもらってもいいかな。これから反省会に参加する予定だったから、劇団の人たちに話をして抜けさせてもらう。それなら阿久津が車で来てるかどうか、もし来ていたら車のナンバーを知ってる人がいないかも聞いてきてくれる？うん、まあその場にはすでにいないはずだからね、反省会に。わかった。最後に野津くんを見たのはいつかも聞いてみる。よろしく。俺は管理室へ行って防犯カメラを確認してくる。間違いであってほしい。さっきからずっとそう願っている。もしも俺があの時もう少しユイさんを引き止めていれば、野津くんの動向にもっと目を配っていれば、いくつものもしもが頭の中に浮かんでは消える。まあでも完璧を目指すのって難しいからね。だってプロ野球だったりプロサッカーだったりしてもさ、1失点もせずにっていうのは難しいわけじゃん。でもどうにか形にしなくちゃいけないっていうのがね、まあそういう世界だったりするわけだけれども、まあどうにかいい方向に持っていきたいね。サラの時と同じだ。だから最悪中の最悪になんないようにしたいね。苦い思いが胸に込み上げるけれど、ふと顔を上げると窓ガラスに自分の顔が映る。もう俺は無力な子供じゃない。今俺にできることは、いろいろ聞き込み。遅くなってすまない。それで都築さん、クスガキが阿久津に連れ去られたという件について詳細を教えてもらえるかな。だからここでただ待つだけじゃなくっていろいろ聞いてきたんでしょう。はい、阿久津のいない反省会で。かいつまんで俺がこれまで得た情報を話す。俺の方からもクスガキに電話をかけてみたが、電源を切られているようだった。携帯を取り上げられたのかもしれませんね。となると GPS を追うのも難しいか。鈴木京介、阿久津は今も居所がつかめないのか？フルネーム。さっき劇団の人たちに何か手がかりがないか聞いてみました。野津くんを最後に見たのはカーテンコールの後、控室の方へ一人で歩いて行ったそうです。監視カメラにはユイちゃんを抱きかかえる阿久津の後ろ姿が映っていました。
これわざと証拠を残してんのかね、追わせるように。管理人室のスタッフの目撃証言も取れています。目撃者が幼すぎるが、実際に2人が同時にいなくなっていることを考えると手がかりの一つにはなるか。まあこれはね、マリちゃんだったよね。マリちゃんの証言によってそのお姉ちゃんが倒れちゃって病院に行くっていう話になったんだよね。まあ行き先病院ではないと思うけど、きっとアジト。これは俺が個人的に聞いた話なんですが、リャンは新薬のお披露目として実際にその場で試し打ちをする趣味があるそうで、悪趣味だよね。できるだけ長く耐えられるように耐性が高い人間を連れてこさせるって。薬効体質のヒロイン、随分と詳しいな。さっきも言った通り、個人的に得たものです。これは羽鳥さんを経由して得たものなんだよね。自分の手をうまく汚さないようにって形で。いろいろと突っ込みたいところだが、今はやめておく。まあここに事件に首を突っ込みすぎるとヒロインとしても本意じゃないからっていうところを配慮して、そういう手段を京介くんとしては取りました。鈴木さんのお話、僕は整合性が取れていると感じました。こちらで掴んだ情報とも合致しますし、リャンは湾岸に倉庫を持っている。阿久津はそこへクソガキを連れて行った可能性が高いな。今すぐそこへ向かおう。グズグズしていたらクソガキがモルモットにされてしまう。そんなことは絶対にさせない。そうだな。鈴木さん、情報提供ありがとうございます。あとは我々で操作しますので。まあプロだからね。俺も現場へ連れて行ってくれませんか。これはどうなの、事務所的にもお兄ちゃん的にも NG なんじゃないの。関さんの顔がわずかに曇った。そしてヒロインも望まないんじゃないかな。了承するのは難しいな。一般人を巻き込むわけにはいかない。スーパースターだとしても。いやだからこそダメだよね。全てが終わったら必ず君に報告する。だからここで待っていてくれないか。俺は映画のロケや舞台の練習で長期間野津くんと一緒にいました。だからマトリの皆さんが知らない彼の性格や行動パターンを間近で見ています。人の機微を悟る能力にも自信があります。そこから何かわかるかも。プロファイリングなら捜査官の俺たちも訓練は積んでいる。まあプロだからね。俺は個人的に集めた情報も持っています。現状は大体把握しているつもりです。何としてもって感じだね。何を知っているか答えてみろ。リャン・シャオという人物について、それとペルソナ、新薬の件。ペルソナとはこの芸能界に蔓延している違法薬物の名前。へえ。自分勝手ですいません。でも俺にできる形でこの事件を終わらせる手伝いをしたいんです。熱意は伝わってくる。関さんはじーっと俺の顔を見つめた。あくまで今の君は情報提供者だ。捜査には一切関与できない。現場に到着しても車の中で待機してもらう。それでよければ同行を許可しよう。ああ、なんか折衷案を設けてくれた感じだね。構いません、一緒に行かせてください。いやもう早く助けに来てって感じだけれども、こちらヒロイン視点、無事かな。まだぼやけた視界に高く抜けた天井が飛び込んできた。やっぱりここは病院ではなさそう。暗くて湿っぽい匂い、冷たく硬い床が当たって背中が痛む。アジトっぽいね。体に力が入らない。マリちゃんをかばった時に何か撃たれたのかな。これ薬効体質でも効くものを打たれてしまったってことだよね。察するに筋弛緩剤の一種。手首は後ろ手に拘束されている。まあ薬が効きづらいっていう体質なんだけれども、まあ効くものもあるってことだよね、きっと。衣服はあちこち乱れていて、気を失っている間に身体検査をされたことを伺わせる。これも嫌だね。よかった、ここへ連れてこられたのが私一人で。この場面でもマリちゃんの心配。マリちゃんはあの後どうなったのかな。無事に家族のところへ戻れたかな。優しいね。
で、それも心配だけど、今は自分のことだよね。どうしよう。寝転がったまま考えを巡らせていると。起きましたか？阿久津さんがぬっと私の顔を覗き込んだ。おはようございます。寝起きドッキリじゃないよね。どうも。阿久津さんは無表情でボソボソと答える。まあ、この感じは通常運転だよね。ホラのようだった目にはわずかに光が戻っている。ホラ穴のホラかな、これ。私の拉致に成功して安堵したのかもしれない。ここまでは計画通り。気持ちをおもんぱかってる場合じゃない。私をここへ連れてきてどうするつもりですか？さあ、俺が決めることじゃないんで。じゃあ誰が？ちょっと挨拶に行きましょうか。微妙に噛み合わない会話を交わし、阿久津さんが私を抱き起こす。まだほんと敵か味方かわかんないね。まるで荷物を抱えるように無造作に肩をつかみ、そのまま歩き出した。あぶり出しの目的というかね、まあ、こうやって連れ去ることでマトリをここに来させよう、リャンシャオを摘発しようっていう意図があるのか、それともシンプルに敵なのか。倉庫の隅にはいかにもといった感じのいかつい男たちがたむろしていた。彼らに囲まれるように痩せギスで背の高い男が立っている。青山さんがスライドで見せてくれた写真と同じ顔。この男がリャンシャオ。ラオリャン、モルモットが目を覚ました。ラオリャンとはこのリャンに対する継承っぽいよね。ふん。リャンは私へ顔を近づけ、無遠慮にジロジロと眺め回す。金取りますよ。寝ていたからよくわからなかったが、まあ素材は悪くないな。使い物にならなくなったら小塚に売るのもありか。いや、日本語堪能かよ。小塚、まあ物好きな人たちってことね。好きにしたらいい。もうこの女はリャオランのものだ。いや、勝手に人を物扱い。いやいや、ここはこらえないと。ジロリとリャンがこちらを見た。すごい威圧感。勝手に足がガクガクと震えて、その場に崩れ落ちそうだ。これがチャイニーズマフィアを束ねる人物の眼光なのかと感心すら覚える。まあ、トップに立つ男だもんね。蹴押されちゃダメだ。すぐに悟られる。ここにいるのは私一人。誰も助けてくれる人はいない。震える足を踏みしめて唇を噛んで顔を上げると、リャンと視線がぶつかった。なるほど、さすがマトリの女は肝が据わっている。波の女ならパニックになって泣きわめいているところだ。お褒めに預かり恐縮です。くっけ、そのふてぶてしい態度がいつまで続くか見ものだな。まあ、こうやって時間稼ぎをわざとさせているのか、阿久津の意図がわからん。だがその調子で客人に無礼を働かれても困る。どこかに横流ししようとしてる？売ろうとしてんのかな？その減らず口を塞ぐためにも、ショーの前に軽く一本入れておくか。な、お前なら役の一本や二本大したことじゃないだろ。おい。リャンが顎で指図をすると、呼ばれた男がバイアル瓶に注射器を刺して何かを注入し始めた。動くなよ。男が私の肩を掴んで壁に押し付け、注射器を構える。片手で押さえつけられているだけなら逃げられるかも。私の両手は使えない。だったら、でもここに連れてこられる間の薬が今効いてる状態だからね、ちょっと不安。相手の視界から外れるようにしゃがんでから勢いをつけて立ち上がる。男の顎に向かって頭突きをすると、衝撃で男がよろめいた。体重差とかもあるだろうに。うわ。その隙に男を突き飛ばし、前のめりになって一気に駆け抜ける。くそ、待てこれ。陸上部出身、足は速いよ。必死に両足を動かすが、思うようにバランスが取れずよろけてしまう。
腕縛られてるもんね。手が自由に使えたらもっと早く走れるのに。嘆いてる場合じゃない。とにかくもっと早く遠くまで。あ、足がもつれてその場に倒れ込む。走ってきた男が私に馬乗りになり、髪の毛をひっつかまれた。いや、これは大ピンチ。手間かけさせやがって。ダメだ、全体重でのしかかられたらさすがに跳ね返せない。おい、さっさとぶち込んじまえ。また暴れられたらたまったもんじゃねえ。一本じゃ足りねえかもな。本数増やすか。腕を強く引っ張られ、再び注射器を刺す準備がされる。うわ、さっきよりひどい仕打ち来るんじゃないのこれ。やめ。なーに、すぐに気持ちよくなる。ってあんたは薬効体質だっけか。ま、効かなかったらまた別の薬を入れてやる。そのうち良くなるだろう。どっと油汗が背中ににじむ。このままだと私が動けなくなるまで薬を打たれ続ける。文字通りモルモットだ。この体が耐えうるうちに、まあ、来てくれるってことだよね。信じて待ってよ。思い通りになんてさせない。必死に尾低骨に力を込めてのしかかっている男を振り落とそうと試みる。けれど男は微動だにしない。それどころかさらに圧迫を強めてくる。じりじりと針の先端が近づいてきて、寒気でゾワリと背中が波打つ。よし、そのままじっとしてろよ。動くな。よかった、来てくれた。ここではこのアジトでは針一本触れさせなかった。まあ、禁止管剤は打たれちゃったけどね。このヒロインを怪我してほしくなかったんだよ。まあ、クソガキユイって名付けておいて何言ってるんだって感じもあるかもしんないけど、俺のこのアカウント限定の話でね、クソガキユイとかこうやって自由にしていいのは俺と視聴者のみんなと攻略対象だけってことね。ここだけのルールね。麻薬取締部だ。全員動かないでください。銃は危ないからこっちによこしてくれる。まあでも素直に応じないんだろうな。マトリだと。くそ、こんなに早いなんて聞いてないぞ。リャンが手を振ると男たちが一斉に銃を構える。撃つ気があるなら構わないが、俺たちの方が確実に早い。訓練積んでるからね。腕比べは得策ではないと思いますが。構わん、撃て。リャンの合図で男たちが一斉に銃を放つ。ああ、もうやけくそすぎ。そっちがそのつもりなら仕方ないな。ゴータロー、出番だぞ。銃撃のスペシャリスト。分かってる。みんな頼むよ、なるべく怪我人は出さないように。容赦なくやってくれ。みんながうなずき銃を一斉に構えた。派手にやっちまえ。壮絶な打ち合いと格闘の末、リャン一味を制圧することができた。よかった。メンバーたちは次々と手錠をかけられ外へ連れ出されていく。無事解決かなこれで。クソガキ、体調はどうだ。どこか気になるところは。いえ大丈夫です。いや転んだでしょうに、強いね。あの六本木の方は。そっちは組対に任せてきたよ。え、でもそれじゃああっちの現場は全部組対が。警察の手柄に。むしろ助けてもらったと思ってる。彼らがいなければクソガキのところへ駆けつけられなかったんだから。たまにはあいつらにも花を持たせてやらないとな。君という貴重なサンプルが失われては全世界にとって大損失だ。俺たちにとっては君を守ることが最優先事項だよ。いや、うるっときちゃう。さて、では全員確保したところで改めて現場検証を行おう。いい先輩に恵まれたね。手分けしてガサ入れを行うと、倉庫の角に数キロの薬物らしきものが積まれているのが見えた。素晴らしいほどに真っ黒だな。しかも新薬のサンプルらしきものもある。これはラボに帰ってからが楽しみだ。拘束されたリャンたちが次々と連行されていく。
ほら、行くよ。同じように夏目くんが阿久津の腕を取ろうとした時だった。何かする気？んで、だけ。阿久津がブツブツと言いながら腕をかきむしり始めた。この自傷行為の癖があるっぽいんだよね。なんか訳ありなんだろうか。なんだか様子が。ガリガリと力を込めて爪を食い込ませては引き下ろす。むき出しになった手首には赤い跡が幾筋も浮かんで重なっていく。え、ちょっと何してるの？なんで俺だけ。うわ、阿久津が凄まじい力で夏目くんを振り払った。落ち着いて。猿だ。ダメです。しがみついて止めようとするけれど弾かれるように突き飛ばされる。よろけた私へさらに阿久津が迫ってきた。あんたのせいだ。あんたがおとなしく俺たちに捕まらないから。彼なりに何か計画があったのかね。全部台無しだ。ラオリャンがせっかく助けてくれたのに。あんたが言うことを聞かないから。拳を私へ向かって振り下ろす。あ、避けられない。ギュッと目をつむり衝撃に備える。あれ？痛くない。おお、いいとこ持ってくね。まあ、ギリギリこの摘発は終わった後だもんね。私の前に京介くんが立ちはだかっている。片手は静かに阿久津の拳を受け止めていた。何してるの？ゾッとするほどの冷ややかな声に阿久津が一瞬ひるむ。けれどすぐに腕に力を込めて京介くんの手を振りほどこうとする。話せよ。いやだ。話したらまたユイさんに向かっていくつもりでしょ。君が諦めるまで話さない。話せっつってんだろ。阿久津が噛みつきそうな勢いで京介くんへ迫る。けれど京介くんは微動だにしない。ただ静かに彼を睨みつけるだけだ。やがて叶わないと悟ったのか、あるいは力尽きたのか、阿久津はずるりとその場にへたり込んだ。なんで、いつも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 邪魔ばっかり。あんたが余計なことするから。くそくそくそ。ゴツゴツと壁を殴り続ける音と咆哮のような絶叫が倉庫へ響き渡る。中にいた全員の視線が阿久津へ集まった。ダメだ、これ完全にパニクってる。俺に話をさせてもらえないかな。野津くんには今の気持ちを吐き出すことが必要だと思う。うん、私もそう思う。まあ、彼の性格を理解しているからってことね。確かにこのままじゃ連れていくのも無理そうだし、クールダウンは必要かも。関さんへ報告した後、夏目くんと二人で様子を見守る。彼は叫び声を上げながら壁を殴り続ける。うん、まあ、こういう自傷行為だよね。むしる行為とこの壁を殴る行為。やがて力尽きたのか、スイッチが切れたようにずるりと床へ崩れ落ちた。俺がしてきたことって何だったんだよ。何も守れなかった。バカみたいだ。この流れは本意ではなかったってことか。マトリにリャンを摘発させるっていう目的ではなかったってことだよね、きっと。じゃあ純粋に敵からか。劇団を守りたかったのはわかるよ。劇団青サメ経営悪化しています。でもこんなやり方じゃなくって、他に方法が。わかんねえよ。阿久津の絶叫が天井へ吸い込まれる。大原さんにも同じこと言われた。自分が何とかするからって何度も。あんま目立ちたくなかったけど、大原さんが推薦してくれたから映画にも出た。そしたら少しはマシになるかもって。うん、経営難を救おうと。でもその程度じゃもうどうにもならなかった。ああ、そういう狙いか。
青サメのためにってことね、すべては。大原さんのために、恩人のためにってことか。そういえば、大原さんが運営している劇団青サメの団員は、この事件に関わっていないんでしょうか。現状は不明だ。ただ、劇団青サメは経営状態が相当悪化していて、資金繰りに苦しんでいるようだ。大原が映画やドラマに出演して、なんとかそのギャラで賄っている状態だが、それでも厳しいようだ。うん、そういう状態だよね。それに今おじさんが張り込みの時に大原さんが消費者金融の ATM から出てきたのを見ていた。困窮している大御所俳優なのにっていうところだよね。大原さんも言葉にするとたった一言だけれど、彼にとっては背を焼くような焦燥に駆られる日々だったのだろう。ドラッグを売りさばかなければ生き延びられないと思い詰めるほどに。あんたには分かんねえよな。地べた這いずり回ってその日暮らしでどうにか生きて、お高く泊まりやがってって思ってんのかな。それでやっと見つけた居場所が奪われそうになって、あんたはそんな経験したことないだろ。そうだね、想像でしか言えないけど、君が置かれていた状況はとても辛くて苦しいものだったんだと思う。一回飲み込むんだね。君の言う通り、俺は確かに恵まれているのかもしれない。でも、君に俺の何がわかるの？そうだよな、苦労してるのはあなただけではないですよ。君が接した俺はただの上積みだ。それで全部わかったような顔をされても困る。おっしゃる通り、俺たちだけが悪いんじゃない。使うのを選んだのはあいつら自身だ。これはちょっと多責思考すぎない？まあでも俺たちだけがっていう風に言ってるってことは悪いとは思ってるってことか。だいたい薬なんかに頼るのは才能がない弱い人間だけだ。でもその弱さにつけ込んでるわけだからね。オリサーだってそうでしょ。読み方古沢かもしれないけれども、これ京介くんと過去に共演したことのある俳優さん。まさか君がオリサーくんにペルソナを、将来有望な俳優さんに。俺はただ芝居に効果があるサプリがあるって教えただけですよ。行き詰まっていたからね彼は。本当に力がある人間はそんなものに興味を示さないってことは、まあ阿久津自身は薬やってないってことかな。大原さんが紹介してくれたから一度飲んだけど、演技は大して上手くないくせに一発の役者面して、中身は空っぽのつまらない男じゃないか。弱さにつけ入っといて。ペルソナのおかげで一瞬でも輝けたならあいつにとっても良かったと思うけど、これはなんか正当化しようとしてるね。良かれと思ってみたいな、で人を貶めるなんて厄介なタイプ。才能がある君らしい言葉だね。でも理由はどうあれ、俺は君のしたことを許せない。凍るように冷ややかな眼差しの奥に燃える激しい炎、それは今まで一緒にいて初めて見た京介くんの怒りだったけれど、なんでそんなに怒ってるんですか。俺は劇団が続けられるなら織沢なんかどうなったって構わない。あんただって俺たちの情報を探るためにうちの公演へ参加したんだろ。真相を突き止めるためなら他の劇団員がどうなっても構わない。なら俺と同じだ。同じにしないでもらいたいけど。青ざめた顔で絶句する京介くんを阿久津が見上げる。なんか怒ってるみたいだから一発くらい殴ってもいいですよ。殴らないよ。なんかもう殴る気にもなれないってやつじゃないの。いくら殴ったって何も戻ってこないんだから。そうっすか。一つだけ聞きたいんだけど、どうして俺を劇団に誘ったの。あの時にはもうゆいさんが大原さんや君の周辺について調べていて、俺も協力したと
感づいていたはずだ。うん、そうだよね。なのにわざわざサラの事件を持ち出して劇団に引き入れたりするなんて。サラちゃんは京介くんの妹さん。本当に助けてほしかっただけ。ラオリアンの援助を得るには公演を黒字にしないといけなかったから。でも大原さんの知り合いにはみんな断られて、八方塞がりで、まあもう沈みかかった船ってことか。あんたなら妹さんのことちらつかせたら食いついてくると思った。普通に頼んでくれたらよかったのに。人に物を頼むときはまずメリットを示せ。無報酬で得る善意ほど当てにならないものはない。まあ裏切り合いの世界で生きてきた男って感じはするね。まあビジネスとしては、まあ、この考え方は大事だけど。ラオリアンがそう言っていたから、まあリャン・シャオウのことも尊敬してる感じだね。そうやって君はずっと生きてきたんだね。まあこれが彼の価値観。俺はこのやり方しか知らないから。そろそろ行きましょうか。近づき阿久津の腕を取る。彼はカクンと頭を垂れて上下に軽く首を振った。まさかあんたが担当とは思ってなかった。取調室へ入った途端、阿久津があからさまに苦い顔をした。すいません、でも私も捜査官なんで。まあ別にいいですけど。って言ってるけどやっぱり嫌そうだな。念のため病院へ行き検査を受けたところ異常なしだったので戻って取り調べに参加した。タフ。突入時の阿久津の反応からある程度面識がある人間の方が良いだろうということになり、私が担当になったのだけれど、まあそれが逆に嫌なんだろうね。この調子で大丈夫かな。大丈夫ですよ、もう暴れませんから。私の心中を察したかのように阿久津がボソッとつぶやく。立ち入ったことを聞いて申し訳ないのですが、あんな風に取り乱すことはこれまで何度かあったんですか。割と最近は落ち着いていたんだけど、やっぱ頭に血が昇るとダメみたいで。まあ監督はね、その傷を見た上でも了承して現場に参加していたけどね。俺昔からこんな感じで、なんか迷惑かけてすいません。まあ、監督が了承していたのは自傷行為っていうわけじゃなくて、その腕の傷っていうところまでだったけどね。 いえ自分でも制御するのは難しいんだなと感じていたので。あなたがパニックに陥った時に腕をかきむしるのは防御反応なのかなと。そうかもしれない。よくわからないです。うち家が荒れてて、俺はガキの頃からろくに飯も食わせてもらえなくてほったらかされていたから、何もかも嫌になって衝動的に腕を切ってみたら、珍しく親が騒いで心配してくれたんで、それから癖になったっていうか。もしかしたらそれは愛情を受けた証なのかもしれませんね。相手の気持ちに寄り添った取り調べだね。不思議と阿久津の姿に京介くんが重なる。表裏一体の存在なのかもしんないね。愛情を受けた経験から再びそれを得たいと追い求める様子が彼を連想させるのかもしれない。阿久津は不思議そうにカクンと首を斜めに傾けた。あ、納得いってないご様子？ああ、今のは私の個人的な見解なので。あ、そのラオリアンと同じこと言ってる。え？それは嬉しくないような。初めて会った時言われた。あ、でもこの場合はなんだろう、弱みにつけ込むっていうところもあったかもしれないけどね。チンピラに因縁つけられてボコられた後、イラついて腕かきむしっていた時に話しかけられて、その時にさっきと同じ話をしたら、そうするのは愛を受けた証を思い出したいんだなって。それでリャンさんと親しくなったんですか？あ、ここちゃんとさん付けで。まあそうだよね、
まあリャンのこと尊敬しているわけだから、さん付けしないとまた変な気起こしそうだもんね。多分家のこととかいろいろ話したら、なんか可愛がってくれるようになって、飯とか食わしてくれたりして、お前は俺の若い頃にそっくりだって。俺んち親父働いてなくてすぐ暴れるし、そういうとこも似てるって。やっぱりつけいってる感じというかね、まあ、この人心掌握ができるからこそトップになってる男って感じがするね、リャンシャオ。あなたにとって彼は大切な存在だったんですね。あくまでここはでも相手に寄り添った言い方。兄貴みたいだと思ってた。穏やかな顔で言うよね。大原さんは俺の理想の親父ってか、そんな感じで。たまたま大原さんの舞台見て、なんか俺もやってみたいなって思って、それで公演終わった後待ち伏せして、俺も劇団入れてくれって言ったら、あっさりいいよって。やっぱり大原さんいい人ではあるんだよね。まあだからこそ巻き込まれてしまったところはあるけど、俺が何やってたかとかも全然聞かなかったし、いろいろ礼儀とか教えてくれて、だから劇団がやばいって聞いて助けたくって、だからその恩人たちのためにっていうところがあったのか。いや厄介、本人は善意で動いてるんだもんね。善意で悪の道に。これ難しいけどね。劇団を守りたかったのはわかるよ。でもこんなやり方じゃなくって他に方法が。わかんねえよ、となっていたけれども、あの時の阿久津の悲鳴じみた叫び声が耳の奥に響いた気がした。こっちが無理に頼んだんだ、断られるのは仕方ないよ。でもスター役者がいないと。心配するな、目星はつけているし、また他を当たるよ。成功法で行こうとしてたんだよね、大原さんは。俺も頑張りますから。でも後輩くんがこうなってしまった以上、大原さんも責任を取ろうって気持ちでいるかもしれないけどね。今おじさんが中華料理店で二人を見た時も、これはリャンシャオと会談している時だよね。でその後の大原さんと阿久津の姿かな、このシーンも回想かな。もう後戻りはできない。大原さんだって劇団を潰したくないって言っていたじゃないですか。覚悟を決めましょう、生き残るために。腹のくくり方を間違えちゃったね。彼なりに手を尽くして奔走して、これが覚悟を決めた結果なのだと思うとやりきれなくなる。これまで話を聞いてきて、あなたが劇団を大切に思っていることはとても伝わってきました。でもそれでもドラッグを生成し売りさばくことは間違いなく犯罪なんです。俺たちそんなに悪いことしたんですか。何も脅して売りつけたわけじゃない。相手が欲しいものを売るのはちゃんとした商売だ。ラオリアンはそう言っていたし、俺もそう思ってる。なんか視野狭くなっちゃってるね。ではどういう商売をしていたのか教えてもらえますか。まあここまでこうやって視野が狭くなるくらい追い詰められていたんでしょう。別に普通と変わらないと思う。買ってくれそうな人間に近づいて営業して取引する、それだけ。芸能人ならいくらでも金出すから割がいいってラオリアンが言っていたし。どんな人に勧めていたんですか。大原さんが現場で知り合った人間に勧めたりしていた。織沢とか他にもいろいろ。阿久津が口にした人たちの名前はテレビ局に出入りしているスタッフや私でも知っているような大物芸能人など様々で、予想以上にペルソナが芸能界へ拡散している事実に背筋が寒くなった。もしかして今俺が名前を言った奴ら全員とっ捕まえるんですか。
これから捜査をすることになると思います。ドラッグ犯罪は被害者なき犯罪と言われていますが、ドラッグを摂取した人は心も体もボロボロになり、それが引き金になって死に至ることもあります。次に続く言葉を伝えるべきか一瞬ためらう。私が信じている倫理観、それを果たして押し付けて良いものかと。まあそうね、個人の価値観を押し付けるのはっていうのは確かにあるけれども、まあでもこれはね、まあ、社会的意義があるね、スタマイって。でも目の前で退屈そうに手を遊ばせている阿久津を見て決心する。この言葉を伝えるのは今しかないのだと。だからドラッグを誰かに勧め売りつける行為は間接的に殺人を犯していると言えるのではないでしょうか。これ響くかな。まあ実際一瞬の幸せを与えて、でその後地獄に落ちちゃうわけだからね。良かれと思ってそういうふうに接していたとしても結局は地獄に突き落とす行為してるわけだからね。阿久津は顔を上げ気の抜けた声で言った。都築さんが怒ってたわけってクソガキさん分かりますか？今の話を飲み込んだ上で言ってる？まあ飲み込めてないからこういうのが返ってくるわけか。俺全然分からなくって。あなたはどう思っていますか？質問を質問で返すようだけど。阿久津は考えを巡らせているのか自分の膝へと視線を落とした。なんかあんたにも分かんねえじゃねえかみたいな、そんな風に思ってるのかね。どうなんでしょう。あんたを連れて行ったせいかな。あ、一応阿久津なりに考えてはくれたのかな。本当に分からないんだ。まあでもこういう思考で生きてきた人間だからね、すぐには分かんないかもしんない。全身の力が抜けそうになった。京介くんの怒りも私がさっきまで話したことも彼には何も響いていない。まあこれ京介くんね、妹のサラちゃんの話、まあほぼ寝たきり状態になっていますけれども、薬物中毒者によって引き起こされた事故によってそうなってしまったんだよね。だから薬物がそこにつながってるよって話なんだけれども、まあそこまで話す義理もなかったというか、あ、なんなら知ってるはずだもんね、サラちゃんが寝たきりの件は。なのにわからないんだって確かに思うかもしれない、ヒロインとしても。俺もそう思うわ。ただあるのは密売がバレて捕まったという事実だけなのだろう。ここで答えるのは簡単だ。でもそれじゃ何も解決しない。分かった気分になるだけ。まあ確かに受け身でね、捉えさせても自分から能動的に理解させないとね。私の考えを言ったとしても同じじゃないでしょうか。あなた自身が答えを出すしかないと、そう思ってます。どうかご自分と向き合って考えてみてください。分かってくれるかね。でも考えて考えてそれでも分からなかったら私に相談してください。面倒見いいね。できる限り答えを出すお手伝いをしたいと思っていますので。彼はカクンと頭を下げてうつむく。退屈の色が浮かぶ瞳はふらふらと床をさまよっていた。これは一区切りついたところでオフィスへと戻ると、青山さんもちょうど戻ってきたところだったと。一区切りついたところで今回はここまでにしておきましょうか。いや、なんだろうね、阿久津は犯罪者だし擁護するべきではないんだけど、犯罪をするくらい追い込まれていたり視野が狭くなってしまったんだろうなっていう感じはあったよね。だから彼の目線に立ってしまうと、まあ無理もないかなという気持ちも湧くし、自分の行動が何につながっているか、これを考えすぎてしまってもがんじがらめになって何にもできなくなるし、どうせ行動力を持つならそれがまずどんな人のためになるのかっていうのは忘れちゃいけない気がするね。こうしたゲームの動画もそうだけど、単なるネタバレだとそれを喜ぶ人がいるとしても、それは喜ばせるべき相手ではないんだよね。
何らかの付加価値をつけられる動画じゃないとメーカーさんにとってもプラスじゃないし、そうならないと健全なプレイヤーだったりファンの方々にもプラスにならないというね、通ずるところもありそうだなぁと感じました。いや、俺自身も一緒に学べるなんて最高のアプリだね、スタンドマイヒーローズ。何を今更って感じだけど、引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況でやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録いただけたら嬉しいです。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしております。